こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、パンデイロ編。この動画ではサンバ、ボサノバのアプローチについて解説します。第7回でサンバのバツカーダについて解説しましたが、そちらと合わせて見ていただくと、さらに理解が深まると思いますので、ぜひ合わせてお楽しみください。ブラジルのサンバ、ボサノバは基本的に2拍子でできています。ワッ、トゥー、ワッ、トゥー、ワッ。この2拍子がですね、土台とも言えるリズムのすごく重要な要素なんですけれども、これともう一つ重要な要素として、土台の上で動くサンバ・ボサノバならではのシンコペーションのリズムがありますので、まずはそれからマスターしていきましょう。はい、こちらブラジルのパーカッションでタンボリンです。このタンボリンが、サンバ・ボサノバでの重要なシンコペーションの役割を担うことが多いので、ちょっと叩いてみますので弾いてみてください。ワッ、トゥー、アッ、アッ、アッ。では細かく分解して見ていきましょう。わかりやすくするために1、2、3、4、1、2、3、4と、一拍を4つに分解します。まず最初の拍はパツパツ、1と3に打点がありますね。パッ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 、まあ、表表と考えてもいいし1、3と考えても大丈夫です。で次の拍が、逆になります。2と4、ツッパッツッパッ、裏裏ですね。ツッパッツッパ。その次の拍も同じく2と4。ツッパッツッパッ。で、最後の拍が、ひっくり返って表表、1と3。1、3。順番にやると、パッツ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 。分解して見てみると、表を強調している拍と裏を強調している拍があります。具体的には、1拍目と4拍目が表を強調していて、2拍目、3拍目が裏を強調しています。ブラジル音楽に限らず、リズムを聞いた時の印象として、パッ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 パという表のリズムは安定感を生みます。こっちに足がついているような、着地しているような感じですね。逆に裏のリズム、パッ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 パ、これは不安定感を生みます。ある種のこれが音楽のスピード感でもあるんですけれども、この表の安定感と裏の、不安定感をいい感じにですね、こう繰り返すことによって安定不安定安定不安定、まあ日本語で言うと緩急っていう言葉が一番、まあそれに近いかなと思うんですけれども、この緩急を生むことでリズムの大きなうねりというか音楽の面白さを、作っているわけです。それでサンバ・ボサノバのシンコペーションを考えますと、パツパツツパツパツパツツパ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 ツツパ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 ツ、緩急で言うと緩急急緩緩急急緩という緩急がついています。で、面白いのがこの土台となっている1-2-1-2-1-2-1-2っていう、2拍子の関係と緩急の関係がちょっとずれているっていうことなんですね。で、これをもう話し出すとまたもう3時間ぐらいかかってしまうので割愛しますけれども、まあ、このずれと独特のシンコペーションの緩急がブラジル、サンバ・ボサノバのリズムの面白さを作っています。はい、では実際にパンデイロで、シンコペーションのグルーブやってみましょう。さっきのタンボリンを意識して叩く場所はですね、このヘッドの真ん中あたりを指でトントンと、まあ、軽く叩いてタンボリンに近いような音色を出します。ではやってみます。ワッ、トゥー、アッ、アッ、アッ。
表を打つときは親指側、裏を打つときは中指側にしまして、今度はこのプラチネラの刻みを間に入れてやってみます。せーの。もうこれだけでもですね、スローなテンポのボサノバ、割としっとりとした曲の伴奏としては成り立ちます。パッ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 具体的には、ワン、ツー、ワン、ツーという、ワン、ツー、ワン、ツーのリズムの中で、ツーは毎回ベースを入れます。で、ワンの時は、先ほどやりました、シンコペーションのリズムを叩きます。せ、の。口で歌ってみますと、パッパジュンシカ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 、パッパ。このように組み合わせますと、シンコペーションが持っている緩急とこのベーストーンが出す2拍子間のグルーブを一人で両方とも演奏することができてですね、まあもう一人サンバ状態になって楽しくなってくるというわけです。サンバとボサノバの違いって何なんですかって、まあよくある質問なんですけれども、演奏者のスタンスとしては基本的にはどっちも同じです。ただまあ傾向としてボサノバの方が割と平坦というか淡々と、あんまりですねアクセントを強調しすぎずに演奏することが多くて、サンバの方は割とアクセントをついて、まあ、踊れるようなビートをしっかりと演奏するという違いがあります。ものすごく極端にやりますと、ボサノバだったらって感じでやるところを、まあ、サンバだったらですねという感じでやるんですけど、まあやってる内容としては一緒です。ここまでできてしまえばですね、あとはいろいろと自分で組み合わせて、例えばシンコペーションのリズム、パッ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 、これもですね結構音数が多いパターンなので、もっと間引いてエッセンスだけ凝縮して、これだけでもいいわけですね。あとは例えば、スラップ音を交えてみたり、あとはベースのパターンを、シンコペーションにちょっと合わせてみたり、あとはもう細かい刻みを抜きにしてアクセントだけ抽出したパターン、などなどですね、あとはもう自由にいろんなパターンの組み合わせを遊びながら試してみてください。
はい、というわけで今回はサンバ・ボサノバのアプローチについて解説しました。ざっくりまとめると、サンバ・ボサノバには2つ大きなリズムの要素がありまして、1つはまあベースが生み出す大きな2拍子のグルーヴで、もう1つはシンコペーションが生み出す、緩急のグルーヴですね。このまあ2つを、いい感じに組み合わせて落とし込むと、1人でもサンバのグルーヴを演奏することができます。あとは実際の曲、アレンジ、あとは他の楽器がどういうアプローチをするかによって、バランスを見つつですね、まあ、2拍子をすごく強調した方がいいのか、あるいはシンコペーションの緩急を強調した方がいいのか、まあ、どっちも強調した方がいいのかなどですね、選択しながら、演奏してみてください。今回紹介しましたシンコペーションの形っていうのはすごく基本的なものなんですけれども、これはもうあとは曲とかアレンジによって、いろいろと変わってくるものなので、ぜひですね、YouTube とかで何か音源とかライブの、演奏を聴いていただいて、どういうシンコペーションを強調しているだろうっていうのをですね、ちょっと気にしながら聴いてみるといろんな発見があると思いますので、ぜひ聴いてみてください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。